続いては檜山さゆきスターです。こんばんは。この後17時からイブニングを担当します檜山さゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさっきの切り面白かったね。もう涙流しながら笑いそうになりました。絶妙に届いていない感じが。あとちょっとなんだけど頑張って下を伸ばして首よりもなんか長いんじゃないかってぐらいの伸ばし方でしたよね。多分ね、首はもともとの、ね、長さでも下はもう本当にギリギリまで、ね、伸ばしてて、もう少しだろうなと思ってでもあれ下がもし届いても草引っ張り出せないので、ね、舐めることしかできない。それこそ辛いですよね。ちょっと味がするけど自分でちぎれないもどかしさが辛い。ちょっとね、あの本当結果どうなったかね、最終的に ねどうなったか気になるので、うん、ちょっと行った方ねいらっしゃったらぜひちょっと教えてほしいです。ね、そんなね明日からゴールデンウィークということで、はい、こう大型連休ということになるんですけれど、さやっちはお休みたくさんあったら何したいです？ゲームしたいですやっぱり。え、ななちゃんはどうですか？どうしようかな。でもゲームは自分ではできないので、はいはい、見る方が好きなんでしたっけ？そう、ゲーム実況とか見るのが好きで、はい、でもこのゴールデンウィーク期間中だとやっぱりこう、はい、配信者さんたちが、そうですね、増えますよ ね楽しみですね。ね、ちょっと見ないともうさやちゃん知られてましたよ。で、ななちゃんもでも結構あの見てるって番組で、うん、お伝えすることがあるので ね、そう、はい、私はねデッドバイデイライトが好きで。怖くないですか？そう、でも、はい、結構ホラー系がやっぱり好きだから。ね、伺いました。そうそう意外ですよね。そう、はい、あ、意外、はい、確かに結構言われる意外ってですよねだけどだから、うん、それを配信する人がいるので、はい、それはでもなんとなく分かりました。え、分かった、見た、はい、見た、見ました今度話しましょう。今度話そうまたちょっと待って、来月会う約束 ね絶対行きましょう。ね、決めてないから。ななちゃんと一緒に会えて幸せです。いや、もう嬉しい。あの呪術廻戦カフェね、行ったりねありがとうございます。オタク、オタク活動してます。いや、幸せです。ね、楽しいよね、はい。今度ちょっとコナンカフェも ねぜひ。よろしくお願いします。行きましょう。ちょっとね、あのゴールデンウィークより先のお話にはなるかもしれないんですけれど、はい、ちょっとねこう約束していきましたがニュースライブアフタヌーンは高山奈々がお送りしていきました。それでは皆さん素敵な時間をお過ごしください。